日本神奈川県小田原市、早川早川は、神奈川県小田原市の地名。現行行政地名は、早川1丁目から早川3丁目及び大和、早川。郵便番号は250の0021。2010年10月1日現在の面積は8.990458、平方キロメートル。小田原市の南部を流れる早川南岸域から、川口付近を占め、 相模湾に面する。小田原市南町、南板橋、板橋、風祭り、入り湯田、根深川、米上、石橋、足柄下郡箱根町湯本、湯本茶屋、つくも川、足柄下郡湯河原町吉浜と接する。早川沿いの市街地で下流から一丁目から三丁目が廃止され、その他は早川となる。石垣山のある丘陵地帯から早川、 相模湾に休憩者となっており、日当たりの良い斜面では、未完栽培が行われている。早川河口付近が住宅地となっているほか、相模湾に面して小田原漁港が置かれ、水産業も盛んである。また、早川のビランジは国の天然記念物に指定されている。面積石垣山は豊臣秀吉が、 石垣山市夜城を築いたところであり、その城跡は1959年5月13日に国の史跡として指定されている。現在、石垣山市夜城歴史公園として整備されており、早川駅から公園までの道路は、関白農道と呼ばれている。2018年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。鉄道は東部相模湾沿いに東海道本線と東海道新幹線が従官し、内東海道本線には市内に早川駅がある。また北部では早川対岸を走る箱根登山鉄道鉄道線の箱根板橋駅、風祭り駅、入りう駅も利用可能な範囲にある。道路は 東部相模湾沿いに小田原ブルーウェイブリッジのかかる、青少バイパス、石橋支線及び、国道135号が縦貫し、地区中央を箱根ターンパイクが縦貫している。なお、青少バイパスの早川ジャンクションと早川インターチェンジはいずれも、早川ではなく隣接する南町にある。早川駅の駅前付近に、神奈川県道724号。 早川停車場線が走っている。ありがとうございます。